今日は工事現場の車をいろいろ見てみましょう。一緒に名前も覚えてね。さて、どんな車が出てくるかな。始まり始まり。最初の工事の車は何かな。いや、これはブルドーザーですね。前についてる平べったいところで土を押したり地面を平らにしたりします。キャタピラなのでガタガタガタと動きますよ。見てて面白いですね。さて、次は何が出てくるかな。これは街中でもよく走ってるやつですね。後ろの荷台にいろいろ乗せられるダンプカーです。結構大きいからね。土を運ぶときに後ろの荷台に乗せます。そしてこれは上に上がるので一気にザバーッと下ろすことができますね。次見てみましょうかね。いや、また車ですね。これはミキサー車だね。中にコンクリートが入っていてぐるぐる回っています。中のコンクリートをくるくる回しながら少しずつ混ぜ合わせています。で、次は何かな。またキャタピラの車だね。ガタガタガタと走るよ。ショベルカー。先端がシャベルになっていて地面を掘ったり土を運んでダンプカーに乗せたりできますよ。いろいろ使い道あるみたいですね。次は何かな。いや、ブルドーザーみたいなやつが来ましたね。これはブルドーザーじゃなくてホイールローダーと言います。ホイールローダーはキャタピラではなくてタイヤで動けるブルドーザーみたいなものですね。いろんな種類の車があるみたいだね。次は何かな。これは長く伸びるやつだね。ニョキニョキっと長くなるクレーン車ですよ。先端のフックの部分に吊り下げて高いところに物を運んだりすることができますよ。ものすごく大きいものからちっちゃいものまでいろんなのがあります。次のが来たよ。え、なんか先端はタイヤじゃないんだね。実はこれはロードローラーです。前についてるローラーの部分で地面を平らにしていきますよ。の先端に挟まったらぺったんこになっちゃいますね。気をつけてくださいね。次は何が来るかな。これはお水をまく車ですね。散水車。道路にお水をまいてゴミとかホコリが舞い上がるのを防いだりお掃除したりするときに使う車です。後ろがタンクになっていっぱいお水が入りますよ。さて、ここからは他のものも見てみましょう。これは工事中の看板ですね。これがあると工事してますよっていうのを教えてくれてます。次のは警備員みたいなやつですね。動くことでここで工事してますっていうのを教えてくれます。夜になると光ってるので暗くても分かりますよ。これは工事現場のフェンスだね。こっから中には入っちゃダメですよ。絶対ダメだよ。中は工事しているので危ないので気をつけてください。これは工事をしているからこちら側を通ってねと矢印で教えてくれてます。車と人で方向が違う時があるからよく見ようね。ではパイロンに黄色と黒の棒が通してあります。この中には絶対入っちゃダメだよ。この中も危ないからね。
今日はいろんな工事車両と工事に関係するものを見てきましたね。みんなお勉強になったかな？最後まで見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。プー。